こんにちは、ケイダです。今日は月のうさぎの神化のプリンセスセレニティ2体とヴィーナスを使ってイザナギゼロに挑んでみたいと思います。で、一番見どころは多分 SS なんですけど、まあ正直まだ僕今使ってない状態なんで、まあ、威力がよくわからないっていう感じなんですよ。だからちょっと見てみようかなっていうところでございます。じゃあまず、超アンチワープレーザーストップ状態上回復完璧よということで、このクエストでは、ひよこにはなっちゃいますけども、ワープで攻撃力は上がりますよというところでございまして、次ヴィーナスが完全にギミック対応しますね。まあ闇属性キラーとか乗ってこないんですけども、まあ全敵ロックオンが反撃モードとかで出しやすくなるんで強力かなと思います。で、今友情コンボ食いてからも出たんで、それを利用していこうかなと思います。やっぱ衛星弾強いな簡単に、いとも簡単に倒したね。はい、ゲージで、ゲージはプトマホージなんですね。だから、ゲージ外すと結構痛い目にやっちゃいそうなんで、気をつけないとというところでございます。で、やっぱり砲撃型のランドフラッシュ、サビュージョンなんですけども、サブとはいえど、やっぱ強かったですね。まあ、当たらないと、真ん中ぐらいにいないと、あまり火力は出ないんですけども、いや、強いな。普通に強いと。まあ、剣持っていきます。取れるかな？足はね、結構、ステータス結構低いんですよね、この、うさぎちゃんの神化は。評判なっちゃいました。ただ、SS が本当に、波動砲放ってるようなやつやったんで、ちょっと見たいから、実験、ちょっと時間稼ぎしながら進みますね。あまり早く抜けすぎず。あ、強っ。あ、強い。まあ、剣持ちのひよこなんですけども、強いな。めっちゃ火力出す。まあ、ラウンドフラッシュもね、弱点に当たればめちゃくちゃダメージ出るし、まあ、特にボスに対してだったら弱点判定巻き込みやすいんで、強いんですよね。想像以上に友情コンボが強い。てか、衛星弾かっこいいな。闇の衛星弾かっこいいですね。一応、一級とかでコピーは今までできたんですけども。改めて見るとかっこいい。じゃあ、まず解除しましょうか。いや、強っ。衛星弾えぐいな。弱点に、しっかりラウンドフラッシュも当たれば強いんですけど、今回当たれないね。とりあえず、ひよこならないようにだけ。忘れそう、ひよこのことを。で、ハマっちゃってるか。ジャナギーゼロは、でも最近全くやってなかったからね、普通に負けそう。衛星弾、いや削るな、めちゃめちゃ削るな。レーザーストップも地味に活躍します。 SS でもいい感じで溜まりますよね、おかげさまで。はい、ワープ 1,2,3,4,5,6 個あるから、0.5×6 の攻撃力 1.3 倍になってるのかな。 1.3 倍ぐらいになってます。いや、強い友情コンボマジで強いよこれね。フレンドの方ね、遊撃エールついてるんですよ。なんで余計強いわ。めちゃくちゃ強いな。いや、強い。強いしか言ってないですけど、本当に想像以上に強かったですね。あれ、でも、ガイドじゃなくて、あれ取りたいですね。もう一旦稼ごう。倒さんよな、さすがに。オッケー。ガイドじゃなくて、短縮取って抜けます。オッケー。そして次が、亀かな。ちょっと固めの亀ですよね、ここって。ようこそ。倒せる？ちょっと怖はい、ボス戦入りました。 SS がもう撃てますね。
次のをメイクアップしました。さて、友情コンバットでいきますか。強い。これ余裕でオーバーキルしちゃいそうだな。あ、強っ。それも倒しちゃう系。それも倒しちゃう系ですね。いやー、やっちゃってる。結構やっちゃってる。普通にめちゃくちゃ強い。反射レーザーも防ぎました。これ、セース打ったらもう突破しちゃいそうなんですよね。でも、もう倒しちゃうか。優勢弾込みで。はい、過激恩恵はなしですね。なしで弱点判定を思いっきり拾いたいんですけども、弱点これ他どこ来たっけ。今範囲がわからないんで、とりあえず与えるように打ちますね。あ、あ、最後どうなるのこれ。あ、自供感入ってるのか。おお、お、どうなった最後。最後どうなったのかちょっとよくわからん。どうなったんや。とりあえずこいつも撃ちますよ。聖なる月のパワーで攻撃。ハマってそうで怖いけど。ハマってたね。近い敵にでしょこれ。ってことは、おお、しかも鎮をさせていく。鎮はありがたいですね。弱点に入らないとそこまで火力が出なさそうでした。剣取っちゃったけども、これビットン飛んでいくパターンですかね。はい。ビットン飛んじゃいました。やっぱでも鎮あるのでかいな。いや、強かった。とりあえず、ちょっと、SS、うまく使えなかったんで、今日は最後にレーザー離すってことをちょっと分かってなかった。すいません。初っ端で、レーザー離すと思ってたから、勘違いしました。ちょっと別のところで使いますね。まあ、普通に友情コンボやばかったですね。はい。同じく、今度はイザナギですね。これで、いや、強いな。普通に強いな。ワープがいっぱい出てきた。殴り見ましょうか。オッケー、いいダメージ。はいはいはい。とりあえずまあ、このクエストの趣旨は、まあ先ほど結構友情コンボするとこ見えたんで、SS ちゃんと見たいですね、もう一回。SS をちゃんと見たい。これやばそう。おー、強っ。150万、与えました。まあ割とすんなりいけますね。強いな。やっぱり。速殺欲しくなるかもしれないですね。このキャラ。速殺遊撃とか、いいかもしれないです。いや、やっぱ衛星弾ってやっぱ強いんやなって感じますね。遊撃乗る衛星弾強いですね。さあ、横勘で。強い。一瞬で解けた。はい。はい、ボス戦入りました。開幕合わせられなかったんですけども、まあ、ボスは出てくるじゃなくて、雑魚出てくるんですけども、ちょっとやってみようかなと思います。まあ、ここは何もせず。ここからですね、火力見ていきましょう。ハマってからの火力の伸びですね。ちょっと縦貫するか。縦貫しましょう。ずれたかもな。今日ね、手がぬめててね、ずれる。多分、敵の中央、近い敵の中央かな。あ、最初に吹いた敵か。おー。最後の光が何もないから、最初の人は敵っぽいですね。
これビーナスラブリーチェーンいくか。ただ弱点当てるのが難しい。やっぱこれは、うん、当たらないですね、うまいこと。まあキリトの SS とかに似てますね。弱点に当てるのは難しいけども、当たれば強いよっていう感じか。まあとにかく分かったことは、最初に出た敵っぽいですね、あのクズ流星、彦星十郎とかと一緒っぽいですね。最初に当たった敵、もしそれがなくなったら次近い敵に飛ぶとか、そういう系っぽいですね。ただまあ結構火力出ることは見れたんで、さっきね、弱点狙うように、あの対角線に打つようにやったんですけども、まあ右にずれちゃって、それでも弱点拾えたんで、結構範囲広いですね。まあやっぱ SS よりも友情コンボがマジで強いと思ったんで、よかったです。あとビーナスに関しては、まあ、SS、まあもちろん強かったんですけど、地球化入るが強いんですけど、しっかりね、最後の一撃が弱点に入るのは難しそうです。ただ、まあ、遅延効果が乗ってくるんで、非常に使い道はたくさんありそうですね。あと闇属性キラー乗ってくるんで、キラー乗るところだったらかなり強そうかなというふうに思いました。まあ、両方とも普通にワープ対応だったら、最前線で戦いそうな強キャラかなというふうに感じたんでね。これからも期待したいかなというふうに思っております。アポカリプスとかで使ってみたいですね、ヴィーナスに関しては。非常に楽しみです。はい。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、Twitter フォローにサポートお願いします。高評価もよかったらお願いします。それでは、バイバイ。